ちょっと今日ね、あのなんかストーカー被害に遭ってる男子学生男の人でストーカー珍しいね。で今回じゃあストーカー男の人なのそうです。えっ !?C 級バトル始まった。学校でなんで話さないのになんでこんなネットで10人気出すの <laughs> だからイン,インターネットヤンキーだからしょうがないんだよ。リアルだとチワワなんだけどネットだとヤンキーなんだよ。 でまあ、ちょっと今日ねあのなんかストーカー被害に遭ってる男子学生がいるみたいだからもうどうしても助けてほしいみたいなでも男の人でストーカー珍しいな、ね、大体逆やんなんか女の子がストーカー被害に遭ってるみたいな男の人でめっちゃかっこいいんかな <laughs> めっちゃかっこいいんかなしかもなんか俺と同じ名前なんやけど「シュンって「旬」って書いてあったから。 ああそうです。えー、俺も旬<笑><笑>あ、でも、まあ、これは略です。ああで、シね、あね、どうしたと、ちょっと1、1>, うん、1、2か月前ぐらいからストーカー被害やってまして、で、つい最近それに気づいたんですちょっと前ぐらいから見られてるという感じはしてたんですけど。うん、だ何者かに見られてるって感じはしてたけど、分からんかったと。はい、気のせいかもしれん、はい、みたいな。そ、う、い、ん、つ、ストーカー被害やってんでしょあ、そうですね。あえっと、まず つい最近テスト期間でして、うん、でその期間中に、うん、えと僕の机の上にですねとインスタの ID かが乗っけられていまして机の上にインスタの ID が乗っけられていたはいおおほほほう,ほう,ほう,ほうびっくりするじゃないですか最初は本当に <laughs> まあ俺はドキッとする、うん、はいでその次の日になぜか LINE の名前と、うん、Twitter の ID かな が、次の日にまた書かれてて、うん。机に直で書かれてたってこと。直です。直です。<laughs> <laughs> ああ、なるほどね。紙とかじゃなくて、机に直で書かれてんや。はい。で、多分、犯人が、えっ、ー、と、同じクラスの人なんじゃないかっていう話になりまして。はい,はい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 。えっと、自分席替えしてまして、あの、そのテストの時の席に書かれてたんですけども。うん、その席に座ってる人が、実はだいぶちょっと。 何を考えてるのか分からないタイプの人で。えっと、中二病ってことかなえっと、そういう感じじゃないですよね。あの<何>話しかけても無視して、<何>なんかだんまりで何も喋らないタイプの人で。それは女性なんですかえっと、男性ですね。えっと、多分その人に書かれてるんじゃないかっていうことで話してたんです。えまた今回じゃあ、ストーカー男の人なのそうです。え でその話を友達としてる感じでちょっとなんていうんでしょうあのー、その人なんじゃないかということでうん、うん、どうしたらいいのかなって友達と話してるときに、うん、その人が座っている机でなんか紙を書いてたんですよあその紙なんか書いてるなと思ってその人がいない、ね、ちょっと机を見たのねうんあの最初の,文明の横にその人の机を勝手にあさったらこの紙があったってことですかあさったというかそうですね机がちょっと飛び出てたのでなんだろうこれと思って見て なんだこれなんか字が汚すぎて読めないんだけどこれなんでかそうなんですよその人が何を書いてるのか自分も理解できなくてただあの謎の日本語が書いて、うん、ただ大きい文字でインスタの ID を書くだけで効果大もう確かに書いてあるねはいなんで多分そ確実にその人が犯人じゃないですか <laughs> うーんまあまあ可能性高いね可能性大だねそうですね、はい、で,で であの自分は多分その人じゃないかとあの確信してたんで、ちょっと、あのー、やけくすになってしまっていうか、八つ当たりという感じで、ちょっといす蹴ってしまって。ああ、この人、いす蹴ったんや。多分犯人だと思う。で、今、どういうストーカー被害になってるのえっと、バスとか乗ってるときに、大体後ろの席に座ってきて、すごいあの見てきたりとか、まあ、スマホの画面を覗いてきたりとか、あ,<ー>あとはなんか、ロープとかですれ違うときに、ひどくあの横から当たってくるというか <laughs>。 うん、まあいいけど何、何じゃあ結局、バスで後ろに座られたり、た体体体されてるってこと、とりあえず、被害としてそうですね、見られたり、あとはなんか、うん、そうですねインスタ ID を書いて、なんか、なんていうんでしょう、あの恐怖してる姿を見て楽しんでるというか、でまああの、うん、さっきのオクラって書いてあったじゃないですか。ははいいオクラよう分からんけど、はいはい、であのそのそ それを急に自分の名前の横に書き出すとか、た多分これが原因なんですよ。ちょっと顔のほうを隠していただきたいんですけど、自分があの友達のインスタのストーリーで自分が大量にオクラを食べていくという <laughs> <laughs> え。えちょっと待ってこれ、ちょっと待って気持ち悪いんだけど、えそういうオクラってあの食べ物のオクラですか、これ。あ、そうです。はい。えってただけなので えわせしてるってことえどういうい意味これえと向こうから勝手な匂わせが来てるんですよこの画像を見て、はい、君のことをオクラって呼び始めたってことねそうですねあ、うん、そういうことねはいはい、はい、でえっ、ー、とそこからえっ、ー、と、うん、まあ自分の学校,学校で日誌というものがありまして、うん、でその日誌に1日あったことを書くみたいなのがありましてその人が懐かしいねの <laughs> そのストーカーの方が、うん、あの 日誌、まあ、にあの「オクラが食べれるようになりますか、うん、オクラ美味しいですか?」っていうあのなんか書いてるんですよ日誌の一言みたいなところに僕のことをなんか食べようとしてるんじゃないかっていう <laughs> そういうなんか考察的な <laughs> <laughs> あ,まあ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 、まあ、<laughs> 急にね急にね、うん、なんでそういうななんて言うんでしょう付、うん、きまとってきたりとか、うん、本人呼べないの本人の,の LINE とか持ってないんですよ誰も持ってないんですよ友人とかうんうん、うん、えっインスタは インスタは、えっと、もう怖いからブロックしてるんですよこれ本人と話した方が一番でも良くないですか普通にいやもうあの話がもうできないレベルなんですよ、うん、もう自分近づくだけでちょっと寒気がするというか体が震えたりとかして、うん、で <laughs> あとはまあ本当になんですよ <laughs>、うん、まあでも怖いやろうな本人からしたらえっと連絡が来ましてですねあのストーカーの方からあ小倉澤井さんはじめまして。 あ、こんにちは。こんばんは。一応ですね、あの、僕の方にさあなたからストーカー被害に遭ってるという男性の方から連絡が来まして。まあ、ちょっと今回、あの、会議は開きました。はいはい、えっと、この方ですか。あ、いや、らひ持ってないんで、まず誰か、どうかからないや、声でわかるくないですか、声で。いや、喋ったことないと思うんで。わかんないと思う。いや、喋ったことはあるよ。え、どう、どうなん。だけど、君が反応しないだけ。え、で、あの、すみません、おクラ財産はこの人のことはわかります。 わかりますよあとごめんねちょっとさ言いたいことあるんだけどいいはははいはい、はいえっとじゃあその件に関係ないとしてじゃあなんで俺のインスタ ID とかを書いたの、うん、理由はあいやただの嫌がらせだよだってお前さ <laughs> じゃあじゃあだから理由はちょっかいかけてきたじゃんえ,えじゃあ何に対していや俺とかあのもう一人いるじゃん。 やばい、チー牛バトル始まった。うん。覚えてる、わかるよ。やわかるよ。え？頭にゴミとかのっけたりさ、俺のさ、でもさ、それ俺がやった？ちゃんと見てた。じゃあちゃんと見てた？お前だよ。間違いないと思うよ。ちゃんと見てたじゃん。俺がちょっとさ、下うつむいてね、寝寝てるだけでさ、なんかさ、下うつむいてる。首の角度が、フッフッとか言ってたよ。だって、それ言ってたのそっちで。それ言ってたのそっちでじゃん。 待待っっててあのすみません、すみません、しゅんさんはこのオクラズアイさんの頭になんかゴミを置いたんですか間違いまです僕の知り合いのこの頭に置いてたんですよ。あ、君のオクラズアイさんの知り合いのこの頭に置いていたの。そういうことです。まあ僕もなんかいろいろされてますけどね、ちょいちょい。例えば、俺の後ろわざとつけてきたよね。 それこそストーカーつけてきたっていうのはどう,うどういう類あ覚えてるかな職員室前で俺の後ろちょっとつけてきたの覚えてるちゃんと見てよ後ろやべやべとか言って,てない友達の方逃げてきたのもちゃんと覚えてる俺いや覚えてないいや,いやまあととりあえず奥田財さんはでも嫌がらせしてるのは事実なんですよねこのしゅんさんを <laughs> はいそうっすよ うん、でそれはあのいろいろやられたから今やり返してるってことですよね。はいまあまあ、完全に言うともうお互い様じゃないですか。うんうん、えじゃだ,だったらまあそこはもう一旦もう俺はあのー、触れないんでもう今今さ仲直りっていうかもう今後嫌がらせあじゃああといわせていただきたいのが何何何何学校でなんで話さないのになんでこんなネットで急に切り出すのっていう。の いそれはだって顔を合わせてないんだから話しやすい、ね。いやちょっとそうじゃなくて <laughs> <や>あの<や>他の人と全然話してないじゃん。でこんな喋ってる姿なんてみじも見たことない。一年,年生の頃までさかのぼるんだけど。<ー>いやどうでもいいどうでもいいせいうのどうでもいい。いやもうそれはチーグーだがチーグーはだってネットヤンキーなんだってこれは。そうだよ。それはわかるでしょ。俺俺だってそうだったよ。それそうだろう。<laughs> そう,だそうだよ。急に切り出すんだよちゃん <laughs> いや、いだからイ,いインターネットヤンキーだからしょうがないんだよ。リアルだとチワワなんだけど、ネットだとヤンキーなんだよ。わかるいやわかる,る。明日一緒に喋ってあげようか、そんな話したいなら、ね。お前され大丈夫かお前さえ大丈夫,大丈夫だよ、気持ち悪 <laughs> いやなの。やだだから言ってんじゃ、近づくと、その気する。 体震えてんの勝手にそれ勘違いしてただけじゃん。嫌がらせはしてたけど、ホモでお前のこと好きなわけじゃないしさ。え、でもホモなのは事実だよね <laughs> いや。ホモじゃないよ。ネタで言ってるだけ。<laughs> あ,あ、ネタで言ってるだけ。野獣先輩ネタ輩に対してる人は全員ホモなわけじゃないでしょう。<laughs> あごめんなさ <laughs> いや。でもちょっと待って、て言ったネタででもそういうホモセクシャルの人を使うのはよくないよ。でも,もうそれはよくないですけど、ねまあまあ。まあまあいいや。とりこれもう、お互いなんかじゃあそういうことするのもやめなよ、もう。 いや僕は大丈夫ですよ別にそれも全然大丈夫ですよ全然大丈夫ですよオクラお前だろオクラ君オクラお前だ何じゃもうお互いそういうことはしないとまあそうですねはいはい全然いいです大丈夫ですか他は大丈夫よ別に言いたいことはあるんだと別にいやお前に聞いてるんだえだって大丈夫ですかって別になんかえだ大丈夫だけどじゃ大丈夫 なん <laughs> なのおえら、うんいや待っててしゃりくの笑い方キモいのお前も一緒だろ <laughs> 嘘俺キモい笑、うん、い方いいから仲良くしろって面倒くさい人はつないでこうなったのなんてうんまあし仲良くはしなくてもいいけど争うなって無駄にまあじゃあもう水に流そうやとりあえずおめえもなんか他の人にちょっかいかけたことあるんでしょ まあそうですね。うん。じゃあそこは。え、でもさ、あもさ、うん、でっかいこの顔写真、勝手にインスタに上げてたよね。だ,だって、それが個人情報に上がるのだったら。俺、顔写真は上がるやろ。勝手に載せちゃいけんやろ、インスタにかなんかに。一応、本人に確認取ったけど、許可出してないって言ってたよ。 それはよくないでしょああう。それはまあ謝罪,謝罪でとか、じゃ謝罪でで、まだ、あ、君も同じことやってるんだから、だからさっき俺が言ったように、もうお互い水に流して、今後やらないでええやん、もう。同じようなことやってんやから、二人とも。了解です。うん、一方的には被害者ではないやんだって。そうですね。じゃあ、これで大丈夫かはい、もう私自分は大丈夫です。小倉津愛さんは何かありますいや、うん、特にないですよ。大丈夫です。はいはいはい。しょうもないいじめみたいなもんやから、これ。まあじゃあ、今後しないらしいから。 はいじゃもうお互いごめんなさいって言って終わろうあすみませんでしたごめんなさいあのちょっとしゅんくんはいあすみませんスターそんな感じでしたいやだめまあ普通にもうごめんなさいでいいやんいやじゃあすみませんごめんなさいごめんなさいだしゅんくんだからごめんなさいごめんなさいはだめやろそかっこわらついとるやんごめんなさいかっこわらしゅんくん謝罪するときっていうのはそうじゃあとか使っちゃだめですよじゃあごめんなさいとかごめんなさいふ えじゃあ,こあすいません謝罪っていうのは普通にもうこれ以上ないこのようなことがないようにえ申し訳ございませんでしたああ素晴らしいはいあいやこちらこそいや別に俺は仲良くしてもいいんだよどうする仲良くするお互い一切ちょっかい出さないくするどうする何か仲良くするに繋がるのかどうかそれはまた別の問題じゃん俺別にしたいけど仲良くはしたくない小倉財君はない友達になりたかったの いや、違いますね。嫌いではないです、ね。嫌がらせがしたいだけですよ、多分彼 <laughs> うーん、まあでももうそれはもうしないって決めたんやから、小倉財君ももうそれはしないで、しゅんくんの方が関わりたくないって言ってんやから、もうそれはしゃないやろ。なるほどえ。だからそこはちゃんと謝らないと。ごめんなさい。はい。じゃあ、なくそうかけども。はい、失礼しましたしら。いやー、担任の先生になった気分だよ、今一瞬。<laughs> 子供たちのさ、話。